的地に到着しました。お疲れ様でした。ムギさん、ちょっとルームツアー行ってみたいと思います。まずベッド、シングルが2つですね。で、お部屋からは外が見えます。すごい、すごい。そしてムギがなくなった。あ、ハウスしたの。そしてテレビにペット用のスペースですね。まあ無理は室内でトイレしないんですが、一応敷いとこうかな。はい、こんな感じね。無理、まあ多分トイレしないと思うけど、トイレするときはここでやってね。ね、ドレッサーには、よいしょ、タオルとか、あとガウンもありますね。お、これは、お、シャンプーとかもあるんだ。すごい。よいしょ。あ、救急のためのやつですかね。緊急用です。冷蔵庫もあります。よいしょ。 お水が入ってますね。無料みたいですよ。そして、あ、これはサービスのドリンクですね。そしてコーヒー、氷もですよ。トイレとシャワーがついてる。すごい。お部屋にトイレがあるっていいですね。はい、こんな感じです。すごいね、麦。すごいね。今夜寝て起きたら鹿児島だよ。ね、
船内の方も散策してきたいと思います。麦さんはちょっとお部屋から出れないから、ちょっと留守番しててね。よし、着いたのでご飯タイムにしようか、ね、ここはレストランがあって、バイキングとかもあるんですけど、せっかくお部屋で食べれるっていうことなので、お部屋で食べたいんですが、さすがに料理を作ることはできないのでテイクアウトにしました。じゃあ麦と一緒に食べようかね。で、今日はカルボナーラ。麦さんどうぞ。いいよ。いただきまーす。よいしょ。いただきまーす。うん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 。おいしい。
そうさまでした。美味しかったね。美味しかったドッグフード。あとでおやつあるから後で食べようね。先お風呂入ってくるわね。ここはシャワールームがあるんですけど、せっかくなら大きいお風呂に浸かりたいので今からお風呂に行ってきたいと思います。いいお湯でした。引き続きサンフラの船旅をお楽しみくださいませ。ありがとうございました。はい、ということでお部屋に戻ってきました。お風呂に入ってさっぱりしたところで二次会のスタート。イエーイ。今日は売店で買ってきたこちらサンフラワーワイン、こちらをいただきながら、先日ワンワンさんからいただいたお菓子、またまたプレゼントをいただきました。こちらワンワンさんからのプレゼントです。数がいっぱい出てきます。アキレススティックが2つ。すごいね。あ、これは私、あ、ポッキーチョコレートショコラエリーゼと、なんだろう、チョコレートですね。うわー、ありがとうございます。お、いただきたいと思います。そしてお部屋についてたサンフラワーのクッキー、こちらもいただきたいと思います。でした。わー、ありがとうございます。ではでは、いただきます。うん、あー、おいしい。もチョコレートもいただきます。よし、じゃあちょっとパソコンもしよっかな。
ました。っていうか、なんか眠たくなってきた。よし、もう寝よう。いいよ。